にちは、花相人の小関純子です。このような小さな、これはサルビアスプレンデス、真っ赤なサルビアですよ。こちらのサルビア、もうじきほらお花が来そうです。お花を咲かせるより株を作った方がたくさんもりもりお花が咲くので、先端をピンチ摘心しておきます。どうやってやるかというと、ズズズズズイッとアップ、葉っぱで見えないかな、ここのところで、これ向きがハサミでチキッと、よいしょよいしょ、こんな風に切っておきます。ここを切られた刺激によって、こことかこことかこことか根が動き出しますよ。一本が六本になっちゃいます。ぜひ植え付ける前にはこのようにカットしていただいて植えてくださいね。花相人の小関純子でした。またね。